毎月11日はワンワンの日ということで、今日も皆さんから犬で感じる季節のリポートが多く寄せられました。犬たちも季節の歩みを感じているんでしょうか。早速見ていきましょう。まずこちらのリポート、わびさびさんからです。台風の影響の雨で金木犀が散ってしまいました。しばし良い香りをありがとう。東京八王子からですね、金木犀とともにちょっとこう切なげな雰囲気のような表情のような、そんな感じもします。いい香りが漂っていたんでしょうか。続いて大阪府柏原市せっかんさんから、日差しが当たる勝手口で日向ぼっこですということですね。いい顔してますね。まあ、ちょっと夏に比べてこの時期だんだんと暖かい場所を探すようになってきたのかもしれません。そしてもう一つ、岩手県盛岡市とわさんから、寒くなってストーブにぴったりくっつくワンコですということです。もうこの位置を譲らないという感じでしょうか。だんだん定位置になってきたかもしれませんが、まあ、犬猫そして私たちも暖かい場所から離れられなくなる、そんな季節が到来しそうですね。先月よりも季節が進んで寒さを感じているようなワンちゃんのリポートも多く届くようになってきました。ではこの先の気温の傾向どうなるのか見ていきましょう。台風が持ち込んだ暖かい空気の影響により、週の前半は西日本を中心に昼間の気温は25度を超えて暑さを感じられる見込みです。ただ朝晩は秋らしく涼しく感じられるところが多いため、服装選びにはご注意ください。また週後半の東日本や北日本では最高気温が低くなる日もあり、昼間でも肌寒くなる可能性があります。朝晩と昼間の気温差、また日ごとの気温差も大きな日が続きそうです。服装選びに気をつけて上手に体調管理を行っていきましょう。